何やテレビか。おいで。うん。知ってる知ってる。おー、そうなんや。ちょっと寂しいよな。うん？あ、ちゃうで。関東や。関東生まれや。別にいいやろ、関西弁使ったって。何が問題ない？うん。だんだん好きやで。まあ、年末の楽しみはな、なくなるわな。まあ、ほんまそれは、しょうがないわ。うん。いや、毎年見てたで。うん。山ちゃんがな、蝶野にしばかれたり。それはなくなるんやな。うん。まあ、寂しいわな。うん。いや、だから関東生まれやって。うん。いや、もう癖やね。関西弁。ああ。ほんなな。今なんかいましたね、おっちゃん。はい。あ、大丈夫ですよ。なんか関西弁、エセ関西弁でしたね。はい。毎年楽しみにしてますけど、年末。休止ですか？今年ないんですか？うわー、残念ですね。かー、マジっすか。いや、毎年楽しみにしてたんですよ。やっぱりダウンタウン面白いじゃないですか。まあ、ココリコと山崎邦生も面白いですけど、あ、今、月亭邦生でしたっけ。いや、好きなんですよね、ダウンタウン。はーい。あ、でも、そんなにコアなファンじゃないですよ。ごっつい感じはあんま見てなかったんですよ。その頃、うっちゃいなんじゃが好きで。ガキの使いは結構見てましたね。ジミー大西と対決したり。ああ、そうですか。年末 やらないですね。いや、松本人志が特に好きで、もう遺書っていう本も買いましたし、松本っていう本も買いましたしね。いや、もう面白いですよね。まあ、やっぱりトップですよね、お笑いの中の。ひとりぼっつっていう番組すごく好きでね、松ごっつっていう番組も ありましてね。いや、あれはすごいできた番組ですよ。またやってほしいなと思いますけどね。なかなか難しいんですかね。ああ、好きな番組とかラジオですけどね、松本人志の放送室っていうラジオがやってましてね、400回ぐらいやったんですかね。まだ8年ぐらいやったんですか。そうです、そうです。いやー、あれは素晴らしいですよ。もともと幼馴染の構成作家の高須光弘さん、あ、光吉さんとずっとトークするんですけどね、もうくだらないことからなんかお笑いについてすごい真面目に語ったり、あれはね、相当面白いですよ。もう録音して何回も聞いちゃいましたよね。素晴らしいです、あれは。ヘイヘイヘイとか見てましたけど、まぁ、あ、ちょっとあれは、まあ、ライト向けというか、まあ、マニアックなダウンタウンはあんま見れない感じですよね。まあとにかく面白い人で、まあ、滑らない話とか面白いですよね。まあ、滑らない話から派生したゾッとする話とか、そういうの好きですね。今なんと言ってもやっぱり水曜日のダウンタウンじゃないですか。最高に面白くて、いや、これね、本当に話してるとキリないですよね、やっぱり。いや、全然コアなファンじゃないですよ。にわかです、にわか。もう、アカン警察とか面白かったっすね。ジャンクスポーツは見てないです。はい。
浜ちゃんが MC のやつは、あ、プレバト見てますよ。あれは全然お笑い要素はあんまないですけど。まあ、俳句とか面白いですよね。夏井先生の毒舌な感じとか。好きですね。結構見てますよ。はい。あとは何ですかね。あ、ダウンタウンデラックスは最近見てないですね。はい。あれゲストによってものすごく面白さが変わってくるんで。ああ、まあでも楽器の使えそうか。年末ないんですね。残念ですね。やってほしいですけどね。まあ楽器の使いといえばあれですね。やっぱりダウンタウン2人のフリートーク。あれがすごい面白くて。まああの、ハガキ持ってきて、もう、まっちゃんがアドリブでボケるんですけどね。あれもなかなか面白いですね。まあさすがって思いますよね。まあその、毎週日曜にやってワイドナショーっていうのを見てるんですけど、そこでもやっぱりまっちゃんのボケっていうのは光りますよね。もう50過ぎてるんですよ、あの人。衰えはあんま感じないですね。